はい、大学ラボのまさきです。今日は明治 vs 早稲田っていうところで、一般的には、やっぱ明治より早稲田の方が上っていうふうに思われてるとは、ね、思うんですよ。ただ明治には明治のいいところがあると思ってて、必ずしも別に早稲田落ち明治になったりとか、明治志望になったとしてもいいとこあるよみたいなのをざっくりしてますけど、いい大学だと思うよみたいなのを早稲田とも比較しながら聞いていきたいなと思います。で、最初いいとこ入る前に、なんかやっぱ明治って早稲田落ちの人は多いですか？多いと思いますね。はい、なるほど。若手 TV とかでも結構率高かったんで、いると思うんですけど、でもそれでも最終的に明治行ってよかったってみんな言ってる。そうですね、って感じですよね。 OK、 じゃあなんかそれを、なんでなのかみたいなのちょっと聞いていきたいんですけど、まずなんかその明治が早稲田に勝ってるポイントみたいなのってどんなのがありますか？人がいいとかですね。人がいい、どういう面なの？早稲田も人いいっすよ。早稲田も人いいんすけど、どういう面で人がいいですか？なんかまともな人が多いですよね。尖りすぎてないっていうか、なんかザ優等生みたいなタイプが多いんで、なんか例えば飲み会とかで飲んでてもレワちゃんと真面目だったりみたいな、ところはあるかなって思いますね。ああ、なるほどですね。いい人は多いですね。いい人は早稲田も多いと思うんですけど、でも確かにその根が真面目でなんか、なんか尖ってる人だよ。尖りは少ない、丸いですね。そうですね。でも早稲田はやっぱ尖ってる人ちょいちょいいるんで、確かになんかその刺激的すぎるみたいなところはある可能性もありますね。確かに刺激度合い比べると多分ちょっと明治の方が劣るかなっていうのはある。だからなんかおしとやかに過ごす、過ごしやすいかな。女の子とかは明治の方がいいかもしれないですね。オッケーですか？なんか他勝ってるなと思うとかあります？キャラクター、メイジロちゃんっていう、はいはいはい、公式キャラクターがめちゃくちゃ可愛いですね。メイジロちゃんなのでちょっと早稲田のクマと比較して編集で出していこうと思うんですけど、メイジロ可愛いですよね。コンテストとかも出てるっていう感じですか？そうですね、ゆるキャラグランプリみたいな、出てる時あって、まだ31位とかそんなにあるんですけどなるほどなるほど、31程度ではあるけど、でも可愛いです。本当に目クリッとしてるんで。みんな結構明治郎好きなんですか？みんな好きですね。あ、明治郎好きなんですね。なんか LINE の公式スタンプとかもあって、あるあるある、私も、課金してます。そんなん忘れてないみんなそんな買わないですよ。なるほど。それで言うと確かに本当に多分可愛くてみんなに愛されてるキャラクターがあるっていう、ね、とこですね、うん、なるほど。じゃあ他何かありますか？美味しいですよね、あの学食が。油淋鶏定食が一番人気かなっていうので、泉キャンパスの油淋鶏、400円ぐらいで買えるんですけど。400円は安いですね。それなんかご飯付きですか？ご飯も付きますね。定食で400円なんですか？定食で。それ安いですね、学生に優しい。あ、確かに優しい。お腹いっぱいになりますし、早稲田はないんで、その学食自体ありますけど、なんかみんな行かなくて、結局周りの油そばとかラーメンとか食べに行くんですけど、ラーメン多そうですね、そう。でもなんか基本600円からっていう感じなんで、安くて500円のやつあるかなみたいな感じなんで、そう、そこはいいとこですね。ご飯でいうと、これも体感経験上なんですけど、早稲田行くと基本男でも女でも太るんですよで、あんまこれ僕良くないかなと思ってて、はい、嬉しくはないじゃないですか。確かに確かに。それで言うと別に明治の学生って別に通っててとか飲みすぎて太るとか飯食いすぎて太るみたいなの別にないですかないですね。一人暮らしを始める人が多いんですが、地方からやってきて一人暮らしして、どっちかっていうとなんかそのあんま食べれてない人が多いので学食でちゃんと食べれたりとかは大事なんじゃないかなっていう、なるほどですね。じゃあ安くて、無駄なカロリーも取れないっていうのはこれ素晴らしいことだと思うんで、それはいいとこですね、はい。じゃあ次なんか他ありますか？他は図書館綺麗かなっていう。はいはいはい、まさに綺麗って言われますけ ど寝れるスペースがあったりとか、景色もいいんですね、ガラス張りで、開放的な感じで、確かにリバティタワーの景色とかすごそうですよね。あ、リバティタワーも、はい、綺麗ですね。上の方行くと、図書館からの景色もいいと、リバティタワーの図書館は1階にあるんですよ。泉キャンパスの図書館、泉キャンパスの方は、はい、図書館の塔があって、すぐガラス張りで綺麗で、個室とかもありますし、確かなんかビデオも見れる部屋があるんですね。そんなあるんですね、ビデオこの時代にビデオ入れることありますありますね、動画見れる部屋とか、図書室もありますし。なるほどなるほど。じゃあそれはいいとこですね、確かに。じゃあなんか他ありますか？なんか私の学部、小学部だけかもなんですけど、ゼミに2個入れるんですよ。一応こうゼミ試験っていうのがあって、受かった人だけではあるんですけど、コミュニティ多く持てるっていう、いろんな勉強ができるしっていう、友達も増えるんで、それいいっすね、はい、なるほど。よくバレますね。早稲田の小学部はゼミ1個なんで、みんな普通1個ですよね、普通1個なんで、ちゃんと小学系の勉強をしたいみたいな、そういう人はもういいかもしれないですね。ですね、確かに。 OK です。じゃあ次まだ何かありますか？キャンパスライフは普通に楽しめると思いますよ。どういうところが違うと思います？立地とかですかね。キャンパス4つに分散してるからこそ、なんかいろんな場所で遊べるみたいな、
確かにこれはもう僕も思うんですけど、早稲田の学生は基本大学内の施設とかでサークルを楽しんで、うん、まあ、9時10時とか8時とかに終わってババでご飯食べたり飲んで、ババのね、そうで飲んで、まあ11時とか12時とかに帰ると。でもベロベロの人はロータリーでなんか走ったりしてるみたいなのが大半なんですね、はい、これも事実なんで、はい、ってなった時に、まあ、そのババから出ないんですよみんな。大学とババからは出なくて、みんなで買い物とかしないんですね。カラオケ、ボーリング、飲み、ご飯みたいな、これぐらいしか、 なんかみんなで遊ぶってあんましないんで、はい、そういう意味で言うとキラキラしたみんなで楽しいキャンパスライフみたいな明治の方が遅れますよ場所的には。多分飲み会は歌舞伎町が多いんですけど、うん、普通に昼間ルミネーストとかもあるんで、うん、買い物みんなでしたりとか、うん、カフェ巡りもできますし、うん、下北も結構行く人多いですかね、うんうん、井の頭線近いんで、うん、明大前からも、うん、あと吉祥寺とかも結構住んでる人多いんで、はい、行ったりとかで、3、4年生文系はお茶の水なんで、うんうん、結構東京あちこち巡れるかなっていう。確かにそのおしゃれな東京の場所をなんか巡りたいみたいなのだったら絶対明治がいいですね、はい、4年間通して楽しめると思いますね。そうですね、ババも近いんですけど、新宿2駅だし池袋も2駅だし、うん、渋谷もすぐ行けるんですけど、うん、ただは出ないんでみんなあの通学でしか電車乗んないので基本東京大川下にあったら明治に行きましょうって感じですね。はい、でもあと早稲田いる身としていいなと思うのは、悪い意味じゃなくて入りやすいっていうまあまあまあそれはとこあるかなと思ってて、ね、まあもちろん早稲田目指す学生もいっぱいいると思うんですけど、明治でもやっぱ十分楽しいと思うんですよね僕は。楽しいですよ、なんですよ、はい、得られるものって多分そんな変わんないと思うんですよ、はい、全然楽しいと思う、うん、楽しいし、そんな多分変わんないんで、はい、ってなった時に入りやすいっていうのはめちゃくちゃいいと思う入りやすさに対して得られるものが変わらん、ね、確かに確かにコスパがいいですね。そうコスパいいんで、早稲田より下だみたいな感じで叩く人もいるかもしれないですけど実際コスパいいなって僕はもう早稲田いる身として思ってますね、うん、はい、ってな感じで明治VS早稲田っていうテーマでやってきたんですけど、もちろん早稲田にもいいとこあるし明治も勝ってるとこがあるので、うん、一概に早稲田の方が上だと か考えずに、なんかどういうメリデメがあるかなみたいなのをちょっと考えながら大学選びとかなんかしてほしいなっていうふうに思います。ということで今日は明治の早稲田に勝ってるところについてお聞きしてきました。ありがとうございました。私の学部、商学部だけかもなんですけど、うん、ゼミに2個入れるんですよ、一応こうゼミ試験っていうのがあって受かった人だけではあるんですけど、はい、なんかこうコミュニティ多く持てるっていう、いろんな勉強ができるしっていう、友達も増えるんで、それいいっすね、欲張れますね。